はい、こんにちは、しんです。今回は BOSE の 7CH700 に限定カラーが登場しました。右奥にありますトリプルミッドナイトが、追加となっております。BOSE のオンラインストアでは 7CH700 のラックスシルバーか、ソープストーンカラーを購入した方限定なんですけども、BOSE オリジナルバッテリーを今プレゼントしております。こちらはアンカー製となっております。はい、ここからはアップルの製品情報となっております。アップルの、アップルウォッチ6、アップルウォッチ SE のソウルループ、こちらとっても大人気です。しかし、こちらの、ソウルループのサイズ選びを、間違って、注文する、ユーザーの方が、多数、おられるそうです。そして、こちらの方サイズが、間違えたということでオークションサイトの、出品が結構相次いでいるそうです。そこでアップルがこのソウルループの、測定ツールを公式ウェブサイトで、公開しております。なので購入検討されている方はぜひ、アップルの提供する、測定の、ツールを使用して購入してください。間違えたらちょっとかなりショックなので、皆さんそちらの方を使用して、購入してみましょう。はい、続きましては iPad Air、こちらアメリカの家電量販店が通販サイトこちらの方に9月30日、発売と載せております。日本の、Appleサイトの方では10月登場となっておりますので、アメリカとは、ちょっと、数日誤差があるかもしれません。こちら、欲しい方発売日が待ち遠しいですね。そして iPhone12 の、リーク情報です。なんと iPhone12 にも最新のタッチ ID が搭載になるかもしれません。Face ID とタッチ ID 両方かも。今マスクをしている人が多いので、こちらの機能をつけて、便利に、したいというアップルの、考えがあるかもしれません。でもこちらの方が、マスクしているときはいちいち外さなくてもいいのですぐロックが解除できます。こちらが、本当ならばとっても、ユーザーの方はいいと思います。はい、ここからは iPhone12 の発表、予約開始、発売のリーク情報です。ジョン・プロスター氏が iPhone12 は10月13日発表、そして16日予約開始、そして23日、発売となっております。噂では iPhone12、ミニと MAX が今最初に登場するとリーク情報も出ているので、今からワクワクします。このリーク情報が楽しいことを祈っております。はい、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆さん、バイバーイ。